これをまずね、避けます。避けるって言っても今からカーブ倒す、倒さないで、古武術の基本っていうのは軸がまっすぐにして頭一個も必ず出るように、こうすると、ね、もしここやったとしても腰負けますから必ずまっすぐにしてください。そしたら腰負けません。最初はあれか、弾きます。で、厳密に言うと、これ実は目つぶしって切ってます。だから練習がわからないですけど、こうで、このままグッと落として進めさせる、まあ、ここまでが本当の感じですけど、今練習していただきたいのはここまでですね。これ早くにこう一回置こうとします。こう手をこうできるだけ押す時間を置いて、勝手に向き変えたらすごい引っかかってくれたぐらいの感覚で、ワン、こうですね、はい、トン、トン、ワ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 ン、で、2つ目が、ね、このままのストレートの方向のままね、向こうを行かせてあげる感じですね。この時も、こうやって合わせて自分の軸が斜めになって当たる、トン、そのまま少し、で、このまま肘上向けて天秤を取って三角形の頂点にポイントに向かって落としてもらう。ほんましまだこんな動きを出します。ポイントがずれてるとやっぱりどうしてもこっちの足寄りなんですよ。そしたら解けないし、こっちの足寄りやったら膝がこっちに出てしまうんですよ。なのでしっかり真ん中は見極めます。こうしちゃいがちなんですよ。こうこうこう、この時点で言うたら打撃っぽく、こっちは低くてこっちは低くて、ダーンとほんまはバキッてこう折るぐらいの感覚でバンと折る。それが2つ目で、3つ目がバーンってやって痛ってなって肘曲がったりします。その時に使う技だったり、バーンって決まった時のパワーが上手で返された。その時にでこっち側に投げる技は今は変えましたけど、捕まれてしまったりしますから、回していくよりはこれも肘を三角の頂点ポイントで落としていく。勝手に回ってくれます。もちろん反撃来ないように、実際はここまで止めないように。3つ目ですね、これがね、ホーン、ターン、で4つ目がちょこっと肩甲式のこのまま肘を打って穴を手のひらで後頭部を割りました。向こうに掴んで、そこから肘曲げさせてあげたら自分はステップバギードバーン倒して、これが4つ目です。はい、じゃあ4つ目までをやってみましょう。どうぞ。